お願いします。皆さんこんにちは、ジャビさんです。今日はこの間アップしたママちゃんとの北陸旅行の後半編。ただいま来ましたのは、せーの、福井県。せーの、福井県。JR のサンダーバードを乗って金沢から今回はあわら温泉駅っていうところにやってまいりました。あわら温泉、温泉やで、うん、最高。今日は、めちゃくちゃ天気いいのでサイクリングして観光を楽しんでいきたいと思います。まあ、もちろんご飯が美味しいというのと温泉と今日の泊まるホテル の大人バイキングっていうのが私めっちゃ楽しみで、もう前も言ったけど有酸素中にずっと調べてたからそれが楽しみ。朝はね、前の動画でも上がってたけど結構バイキングでいっぱい食べたのでサイクリングで消費していきます。でここがめっちゃ便利で、さっきお荷物預けてホテルまで届けてくれるということで手ぶらで楽しんでいきます。こちらのあわらというエリアではぐるっとタクシーっていうタクシーが片道500円でワンコインで乗れるのでめっちゃいいな。これランチスイーツ巡りクーポンを買いました。こんないろんな場所行けんねんけど、このクーポンついてくるのでこれを使ってランチに行きます。で全部美味しそう。こういうお土産とか買うのもなんかクーポンで使えるみたいなのでいいね。これじゃーん、あわら温泉のあったまるわ、あったまるさ石永さん、ゆりの里、あわらなさん、ご案内いたします。ここ頭がつかまる頭が距離が分からないんで、ヘルメットは努力義務なのでちゃんと義務果たす、義務果たす。自転車をこいでめっちゃ笑われたな。いろんな人に笑われましたが、お蕎麦を食べに来ました。ランチスイーツ巡りクーポンの中の福の屋さんでヘルシーにお蕎麦を食べます。ご飯付き、ご飯付き、そうそうそうおろし蕎麦のたらふく膳、あ、たらふくやからご飯付いてるのかな。で、このお出汁を自分でかけるぶっかけスタイルっていうをかけてみる。さあ、うん、これ辛いのな、うん、マジフーフーしちゃったうんうんうん、うん、またすするの上手やな、うんうん、福井県の北の方だったら、すごいとかで。頑張れ。アイスクリームあるもん。すごい。キャベツ。ここに行きまーす。バージョンお坊館。ソフトクリーム屋さん来ました。田島牧場さんのソフトクリーム、こんにちは。チケット使えますか？お願いします。すごい、このチケット買ったらさ、中から選べんねんけど、ランチとちょっとしたおやつと、あとこういう体験とかと、お土産の 5% オフチケットとかついてくるって普通にめちゃくちゃお得じゃない？福井に来られる方絶対これチケット買って満喫してください。銀南買いまーすこんなミニカップやけどちょうどいいね。おいしい。あ、もう食べてんの？うん。あ、ミルク、ミルク。10時から4時っていうのと定休日があるのと、冬はねやってないから、もし来たいって方は事前にサイトをチェックしてくださいとのことです。で、この農家さんの銀杏とかチーズとかもたまにあるんで、
現地の方ばっかりなんやけど、めちゃめちゃみんな温かくて案内してくれたり、あのヘルメットかぶってるからみんな手振って、ちょ笑われてるんやけど手振ってくれたり、めちゃくちゃいい方ばっかり。のんびりサイクリングいいな。知らない場所をこうのんびり過ごすのはええ感じですね。なんだけど、多分もっと暑い気する。あ、ちょうどいいわ。あ、ちょっと待って、いや、いいな、自転車こいだったからめっちゃいいわ。ここはね、無料で入れて、Wi-Fi もあって源泉かけ流しの足湯やねんけど、公園の中にあって何個か種類があんねんけど、水温が全部違うくて、その温度の違いを楽しめるっていうのがここのなんか有名なやつらしいけど、1個目のやつあってかな。なんか田舎という田舎が私たちの家族にはないから、こういうのいいな、うん、田舎に帰ろうみたいなのなくて、前回 あの東京旅行の時も日本旅行さんとのタイアップやったんですけど、私の旅 Vlog とか、まあ、一人旅の動画とかを見てくださって、今回こうタイアップっていう形になったんですけど、日本旅行さんからね、こういう国内旅行のご提案がなかったら絶対知らなかったから、ママちゃんとの時間も作れて。あ、友達と宿まで歩いてます。さっきの温泉、足湯使ったらめっちゃ足軽くなって、二人ともあの着圧スパッツ履いててんけどスルッと履いてんね。で、靴めっちゃちゆるい、ゆるいやんな。で、昨日は結構いろいろ回ってカツカツスケジュールやったけど、今日はのんびりって感じで、今から楽しみにしてたホテル、宿かに行って、ちょっとのんびりして楽しみにしてた大人バイキングと温泉。この地区はね、もう旅館を楽しみに来た方が多分多いのか、一個一個の旅館のクオリティがめっちゃ高いらしいので楽しみ。しました。すごいよ、見て、こんな畳の中にさ、こんなお椅子がある、珍しくない？素敵すぎやしませんか。今回宿泊するのがグランディア宝泉さんと言われる温泉付きの宿です。なんかラウンジエリアがあったり、大浴場あったり、ヒノキ温泉って言ってまた別のとこがあったり、今日はねゆっくりこのママちゃんとの時間を楽しむという感じでやっていきます。さすがに温泉のところは映されへんけど、浴衣も着替えられるそうなので行ってきます。こんにちは、浴衣に着替えました。なんか好きなやつ浴衣選べて、しかも可愛らしい巾着と靴下も持って帰れるそうです。ここみちラウンジっていうのが、ここみち邸に宿泊の人限定のとこで、こんなラウンジエリア超可愛い。しかも見て、おやちゅー、お酒が飲み放題ということで、今日夜ご飯お酒飲んじゃおっかな。ママちゃんとお酒とかいつぶりかな。すごいね、うん、このホテルいいわ。足湯温泉卵体験やります。お互いの似顔絵描こう。にじんだ、ね、全然似てない。ママそっくりやん。誰？あんた昔からものすごい下手やけど。ママちゃん、マピーちゃん。まあ、お茶かまい。10分20分やってる間に温泉に浸かってきます。
ぽちゃんとね、ぽちゃんと卵ちゃんみたいにジムがありました。これは見に来なかった。おー、わ、綺麗。有酸素が2台とウォームと、それだけか。有酸素できるのありがたいな。温泉に行きます。ルン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 。ここからは取れませんので、おさらば。あら、あ、いいやん。煙出てて、おばあになってます。大丈夫、大丈夫、もう。はい、あ、グラスをセットしてください。あららら、あら、ね、おい、大好きなオレンジジュース、キンキンなやつ。オレンジジュース大好き。めっちゃ元気渡る。ビタミンがブッシャーいってる気する。温泉最高やったな、うん、もうさ、カメラ持って行きたかったぐらい、めっちゃすごかった。いろんな種類の温泉があってんけど、温度もちょうどええし、サクッと温泉卵を作ってる間に入れたんかいな。もうちょうど、また2杯目です。楽しみにしてた夕食バイキング、うわー、すごい。これキャビアやで、キャビア、キャビアで、これウニやし、でトリュフ塩がありました。わー、全部美味しそう。もう絶対に早く食べたい。いただきます。可愛くとったな。何からいこう。牛からいきたいんだけど。あ、牛いこう、うん、うん、トリュフ塩やっぱりすごい。何これ作った。これだけ、これ丼ぶりにして、卵黄として、まだ丼ぶり、うん、ご飯食べたい。ご飯のお供いっぱいあった、見た。うん、おいしい。うまい。ニンニクとオリーブオイルとガーリックとオリーブオイルとニンニクとオリーブオイルとガーリックと、もう全部最高。おしゃけー。うん、ここはさ、食べれる花多いよね。多いね。あげる。14度の梅酒ロックいただけます。梅酒ってさ、ほとんど糖やんな。大学生の時めっちゃ飲んでた。おお、うわ、うわ、入りめっちゃアルコールやけど、飲んだらめっちゃ美味しい、ね、めっちゃ美味しい。第2ラウンドはお魚です。うわー、よくなった。とろけた。バイキングやのに全然抜けがない。全部美味しい。夜ご飯バイキングが、夜ご飯のバイキングが終わってお部屋に戻ってきました。多分合計で 6ラウンドぐらいしてもお腹パンパンすぎてぐたーっとしてます。でも温泉が12時までなので、もう一回温泉入りに行ってのんびりして、また明日の朝もバイキングなので備えていきたいと思います。このホテル最高、本当に最高。ホテルだけで満足できます、満喫できますっていうタイプのホテルって、ご飯もそうやし、サービスもスタッフさんの対応も全部完璧。ここに来るためだけにここに来てもいいぐらい。ビューティースパークリングカロリーハーフ。
もうこの宿最高なところがさ、この部屋を出るやん、自分らのところ。そうしたらさ、こちらにもう降りたらヒノキの湯っていうのがあって、朝から朝風呂してまいりました。ヒノキの香り私大好きやねんけど、めちゃくちゃ気持ちよくって、ここのエリアだけのアクセスなので、ここに泊まってる人しか使えないところっていうことで、私一人だけやってめっちゃリラックスもできました。おはようございます。食べれるかな、お腹減ってる？もう少し。あ、少し？少しばかり。少しばかり。フルーツとかヨーグルトとか食べたいけど、多分いろいろ見たら食べるんやと思うわ。これ昨日ママと喋ってたけど、私最近めちゃくちゃうなってるらしくて、寝てる間ママに私うなってたって聞いたら、うん、全然起きんから分からへんっつって。ママ熟睡してんね。タンパク質にここら辺と、海藻を食べないとやばいなと思ったんで、海藻と、ここは豆系と、これはスモークチキンでタンパク質と、とろろのおにぎり、食物繊維の嵐のお味噌汁と納豆にしました。おいしい。これうん、とろろのおにぎり、塩分高いのいっぱい選んじゃった。いらっしゃいませ。おはようございます。はい、宿泊してたグランディア、ホーセンさんのシャトルバス、ありがとうございます。もうめっちゃみんな言い方やなんだけど。30分ぐらいで東尋坊のエリアにやってまいりました。こんな感じで出店みたいになってるので、お昼ご飯はここら辺かな。すごい。お寿司もあるし。お土産屋さんもあるやん。遊覧船に乗ろうと思ってたんやけど、今日がなんか波が高いらしくて、遊覧船が乗ろうと思ってたとこから発着してないらしくて、ちょっとスケジュール変更で違うエリアから東尋坊見に行きます。うわー、あ、ここ降りれんねや、すごっ、きれい。下から上を見るのもいいね。やってまいりました、東尋坊。ペさんに来ました。じゃーん、絶景が見れるという素晴らしい場所。海風がめちゃめちゃ気持ちよくって、ここでコーヒー飲みながら一旦休憩タイムです。ママちゃんアイスクリームワンサゲン。すごい。こちらはなぎさ汁です。飲まなあかんや思って、なぎさやから一応本名は。出店になっててお土産屋さんの中でそのまま今日取れたてのやつをさばいて焼いてくれるということで、うわ、お正月、もうお正月。うん、こちらタンパク質でございます。ありがとうございます。でもさ、このマヨネーズとさ、一味が美味しいねんな。カニ味噌、味噌じゃない、卵。うわ、うん、あ、ちぎれる。あ、おいおいです。
大阪に戻ってまいりました大都会って感じするな今回の北陸トリップ以上でございます。国内旅行あんませんかったから、てかあんまり旅行せんかったからめっちゃ新しい発見があってよかったなと思うし、ママと温泉入ったんなんか初めて、うん、じゃあこんな機会なかったらママと温泉とかなかったし、温泉の中で結構ねたくさんお話ししたし、なんか新鮮でした。今回ね日本旅行さんとのタイアップで JR と宿泊がセットになった JR セットプランでお得に旅行させていただいたんですけど、宿がどっちもめっちゃ良かったね。すごい良かったし、ご飯美味しかった。美味しかった宿でゆっくりできるのも良かったし、今回 JR で1本で金沢まで行けて、福井も1本で行けて、 JR 乗り慣れてるからすごい行きやすかったなと思うので、ぜひね金沢とか行ってみたいなっていう方はぜひサンダーバード乗ってみてください。赤い風船関西版っていうものには石川の他にも国内旅行でおすすめのところいっぱい取り上げてくださってたりするので、ぜひそちら概要欄からチェックしてみてください。そして今回も日本旅行さんいつもありがとうございます素敵な宿と素敵な体験とママちゃんとのお時間楽しかったです。これを通してねたまには国内旅行行ってみようかなとか、家族との時間作ってみようかなとか思ってくれたら嬉しいです。ということでまたお次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。